います。皆様ブラザーブースへお越しいただきましてありがとうございます。ただいまよりブラザー燃料電池 BFC4-5000DC380V のプレゼンテーションを行います。皆様ご存知の通り、燃料電池は水素と酸素を燃料にして電子を取り出して発電する装置です。排出するのは水だけのクリーンなエネルギーです。ブラザーの燃料電池は固体高分子型セル PEFC を採用しております。動作温度が低く起動時間が短いため、オンオフの多い用途での利用に適しております。また水素を漏らさない、溜めない、万が一の際でも漏れを検知して止めるというトリプルセーフティー機構で絶対の安全安心を実現しております。ブラザー燃料電池の発電部セルスタックは循環型の水素回路を持ち、外部加湿型の空気極構造、冷却方式は水冷式で、純水素を燃料とする純水素型の燃料電池となっております。それではブラザーが開発した燃料電池 BFC4-5000DC380V の製品特徴をご紹介いたします。 BFC4-5000DC380V は水素循環型システムを採用しております。セルスタックでは発電に利用されなかった水素と発電によって生み出された水が混合されております。この混合ガスの中から気液分離により水だけを排出することで、安定した水素と酸素の反応が実現し、オフガス水素が少なく高効率な運転ができます。この気液分離を伴う独自のシステムにより、高効率でハイパワーな上に長期発電安定性、負荷追従性に優れた燃料電池を実現いたしました。こちらのグラフは縦軸に燃料電池セルの内部抵抗による電圧効果を差し引いた IR フリーセル電圧を、横軸に電流密度を対数で描いたものとなります。ブラザー燃料電池なら従来の同サイズのセルと比較して2倍の電流が取り出せる高効率な運転ができます。またこのグラフはブラザー燃料電池の長期発電安定性を示したものです。災害時の電力復旧にかかるとされる72時間が経ってもほとんど電圧は下がりません。急な電力需要にもミリセックオーダーで追従し、瞬時の電力供給にも対応します。では実際にこちらの掃除機を使って見てみましょう。こちらの掃除機は吸引力を最大にしたときに1キロワットの消費電力を必要とするモデルです。高い負荷追従性が求められる製品として動かしてみたいと思います。使用時に電力が供給される様子をオシロスコープで計測いたしますので、こちらご覧ください。オシロスコープの見方をご説明いたします。画面に映っている黄色の線がブラザー燃料電池から出力されている DC380V の電圧、そして青色の線は電流量となります。青色の電流線の急速な立ち上がりと黄色の電圧線が安定してぶれないところにご注目ください。それでは掃除機を動かしてみます。スイッチオン、はい、強力な掃除機もしっかり動いております。そしてこのメモリが、横軸が1マス 0.2 秒ですので、 0.3 秒以内に電流が出力されていることが分かります。そしてなんとこちら、燃料電池の出力そのままです。バッテリー等はかませておりません。なお上下に細かく動いているのは燃料電池と掃除機の間にあるパワーコンディショナーの特性です。最終的な機器が利用する電流は綺麗な波形となっております。そして続きまして掃除機を強から弱にしてみます。必要とする電流を即座に追従して供給いたします。では一度電源を切って再び入れてみます。で強弱強、はい、でこちらにですね
燃料電池の出力が表示されています。数字がご覧いただけますでしょうか。そしてこちらの黄色の線、電圧がずれていないことも気づいていただけましたでしょうか。これは非常に優秀な電源であることを示しています。ブラザー燃料電池は高い負荷追従性能と安定した電力供給を実現いたします。はい、そして BFC4-5000DC380V には幅広い熱利用を可能にする温調冷媒取り出し口があり、モノジェネモード、コジェネモード、水素吸蔵合金を燃料ユニットとして利用するモードの3つの発電モードを実現しております。本日は水素吸蔵合金モードを利用しています。コジェネモードでの熱効率は 92% 以上となります。また豊富な出力インターフェースにも対応しています。 DC380V の高圧電力を採用しており、今後成長が期待される高圧直流給電 HVDC、 そして系統連携 PCS との親和性が高く、多様な出力を容易にしています。全面遮光板により40度の直射日光にも耐えられるタフな設計となっております。またオプションで災害時などの電源喪失時にも自律的に起動、電力を供給する自起動システムを搭載することができます。ブラザー燃料電池なら携帯電話通信網を利用してシステム状況や燃料残量のモニタリングを行うことも可能です。導入事例をご紹介いたします。純水素型高ジェネレーションシステム G-FORCE、 岐阜県にある八百津町防災センターでは、災害時の電力供給にブラザー燃料電池を導入し活用いただいております。デモンストレーションは以上となります。ぜひお近くで燃料電池をご覧ください。